はいどうも、レフティー K です。さて、宮崎サーフ開幕というかですね、やっぱりその西風がね、安定して吹き出す頃からね、こう宮崎のサーフフィッシングが始まるんですけど、11月、11日、まあ、今日から凪がちょっと続きそうなんでね、ちょっとやってきました。で、今のところはね、そんなにまだ、大鰊とかね、上がってないみたいです。まあ、ポツポツは、まあ、上がったり上がらなかったり、あとはヒラメとかも、まあ、釣れてる、ポツポツとは釣れてるみたいですね。まあ、どうなんでしょうね。はい、一応ルアーはですね、メタルエフェクトステイフォールのカタクチイワシがちょっと、この近辺いるんで、カタクチイワシっぽいカラーを選んでみました。グラムはですね、30g。今回ロッドはですね、円筒性能をちょっと重視して、ワーク11ですね、ワーク11、こちらの方持ってきております。 P ラインは2号ですね。 LST キャスティング X8 の2号で、リーダーは LST フローカーボンリーダーの、35ポンド。ドラッグ設定は 1.5 キロに合わせてます。まあ、若干緩めですね、2号にしてはですね。ここはサーフなんで、まあ、無理やり止めると見切れしたりとかしてバレることが多いんで、特に大鰊の場合ですね、とにかくかけたら走らせて、適切な負荷をかける、そんな感じですね。なんも来んけど、突然来そうな気がしますね。めちゃめちゃ濁ってますね。昨日までちょっと波があったみたいなんでね、まあ、こういう、まあ、潮の色なんでしょうけどね。今日は厳しそうですね。ヒラメ、あ、ごめんごめんごめん、ヒラメやった。あらあら、カメラが、ギリギリお持ち帰りサイズ。いいですね、釣れるんすね。めっちゃ手前できましたね。やったね。まあ、サイズですね、ちょっと分かりにくいと思うんですけどね、同化しちゃって。よかった。まあ、今シーズン低調な滑り出しですね。はいはい、一応ね、逃げられるとあれなんで。あちゃ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 、はいはいはい、どんくらいかな。よいしょ。お、なんだ、意外とあるじゃないか。よいしょ。ちょっとヨレヨレなあれなんですね。50ジャストぐらいありますね。なんだ、意外とあるじゃん。よし、
なんとカメラを回してない時に釣れちゃうというハプニング。くっそー、ヒラメです。これはね、この間のよりはちょっとサイズ小さいんでね、一応測りましょうか。ちょっとベイビーちゃんやな。回してない時に来るかい。尻尾にかかってますもんね。ちょっとざっくり測ります。これでね、はい、46っすね。46、ちょっとね、50オーバーは50以下はね、ちょっとね、やっぱり持って帰らないようにしましょうか、ね、もうちょっと大きくなるでしょう。よし、もうちょっと大きくなってな。よし、今日はこの辺にストップしますか、潮止まりです。さあ、これからですね、また水温が下がってきてね、より一層ベイトが接岸してくる、そんなハイシーズンになっていくと思います。まあでも11月はね、結構荒れたりもするんでね、ちょっと不安定なんですよね。この波がちょっと続いてくれたら、ちょっとワンチャンあるかなと思いますね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね。